内定チャンネル。DIM 人事部熊谷です。小池真帆です。川本です。はい、そして今回もゲストは H さんです。よろしくお願いします。マーチ大学の、21卒の、H と申します。本日はよろしくお願いします。ここからちょっと各企業の面接についてというところで、より深掘りして聞いていければと思います。内定もらった企業を言ってもらっていいですか？オープンハウス、日本生命、キーエンス、野村証券から、岩谷産業、長瀬産業などから、内定をいただきました。各企業の面接に何か違いとかってありましたか？業界別ではっきりした部分があって、金融関係や不動産関係の、お堅い業界ではいかにストレス耐性があるかという部分を見られているように感じましたね。面接一つとっても、淡々とインタビューのような形で答えて、面接官も常に無表情で淡々と聞いていくようなイメージでした。勝者とか人柄とか、いかに陽キャなのかという部分を見られたんじゃないかなと感じております。営業系で受けられてるっていうことなんですけど、どんなことを聞かれたんですか？志望動機とかよりは、学生時代力を入れたこと、幼少の頃からどんな性格だったのかとか、周りにどういう人物だと思われてきたかとか、一つ一つの行動に対してなんでそれをしてきたのか深掘られたような感じですかね。 H さん流の面接テクニックみたいなありますか？はい、面接の最後に逆質問があると思うんですけども、そこの部分で人事の方になんで例えば野村証券に入ったんですかと聞くと、大体が営業力を高めたいから、成長できるからっていう回答が返ってくるんですね。営業力を高めたいのになぜ今人事をされてるんですかっていうと、人事の方がなって、結構印象をつけられたんじゃないかなと感じております。あともう一つありまして、僕が経験した面接では、面接終わりに何か言い残したことはありますかと言われるんですけれども、私は就活生としての100点より、自分の持っている 100% の力をお見せできたんじゃないかなと思いますというと、結構クイッキが良かったようなイメージがありますね。本当ですかそれ？本当ですかそれ？本当です。人事やってる理由は会社の指示に反抗できないからっていうだけだと思うんですけどね。人事の方からそれを言わないようになんかかわすような答えとかがよく返っていましたね。事前のアンケートで結構独自の、はい、独特の選考フローがあるというふうに聞いたんですけれども、特に日本生命さんのが顕著だったんですけれども、日本生命では8次選考まであるんですね。だいたい5回が OB 訪問という形で行っていたんですけれども、その OB 訪問に対しても次呼ばれるか呼ばれないかという選択肢があって、5回の OB 訪問をクリアしたら1時、2時、3時という形でしたね。対策はどんな風にしていたんですか？ OB 訪問は結構カフェなどで会うことが多かったので、面接前や面接後の会話などをすごい大事にしていました。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました、はい、終わります。一緒に歩く道のりとかで、はい、どれくらいに皆さん結婚されますかみたいな、ざっくばらんなお話をすることを意識しておりました。そんな別に特殊な大学で今財布の中いくら入ってますかとかだったら、ね、もうこいつ結構来るなって感じしますけど。こちらも事前のアンケートでいただいたんですが、ある企業で内定後に激しい拘束があったと。それはどういう内容でしょうか？内定後の拘束が変わってましたね。内定後すぐに、内定者インターンというものに強制的に参加させられましたね。リクナビなどで登録されているサイトの方に電話で一人一人かけていって、説明会来ませんかや面接を受けられませんかなどという電話をしたり、支店に行ってティッシュを配るなど。 H さんは参加はされたんですか？大学の授業が忙しいや留学の準備などがあるという嘘をついてうまく顔しました。参加はしてないけどこういう内容やってもらうよっていう話を聞いたってことですね。ほとんど強制ですね。内定もらってるってことは別にじゃあそれに参加しないからといってじゃあ取り消しねとはならないじゃないですか、はい、配属の希望が、通りづらかったりとかするよというのは、メンターの方に少し脅されましたね。嫌な感じですね。無給のインターンなんですか？有給ですけど最低賃金ですね。あともう一つありまして、入社前までに取らないといけないというものがあって、の模試を本社で受けに行くとか、自習室が本社にあるという感じなので、模試で成績が悪かったりするとお前もっと自習室使えということで、勉強をさせに来させられるような人は何人かいました。内定者用の自習室ってことですか？そうです。
すごいね、手厚いっちゃ手厚いですね、逆に。行きたいという方はもうそれに向けて頑張れるのでいいかもしれないです、うん、選考始まってらっしゃる学生さんに向けて面接に対する心持ちなど何かアドバイスあればお願いします。営業職は特に他の職よりも圧迫されるような面接が多いと思うんですけども、笑顔を絶やさないように頑張ってください。じゃあアンチはここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。